準備をちゃんとするっていうかね、やっぱ僕がセリフ入れてこないと現場でもね迷惑かけることになるから、まあだから準備を怠らない男大吾っていう、そういうこうなんていうんですかね、キャッチフレーズというかね、今回打ち出していってほしいなと思いますね、ホリコンさんでは。はい、ありがとうございます、ね、頑張ります。丸尾なんかにはめられるなんて僕落ちたもんですよね。面白いこと言いますね。では有給を返上して最後の悪あがき見させてもらいますよ。ありがとう。カットチェック。まあいろいろね思うところあるんですけど、まあ、こうやってね繰り返していろいろ感じつかめる部分もあるし、すごい勉強になってますね。まあいろいろ監督のアドバイスも聞けて、そのアドバイスも自分の中で消化しながらできたんじゃないかなとは思いますけど、まあでもやっぱ芝居ってゴールないから、だからこそいろいろ悩みもするけど、ゴールがないからこそ楽しいっていう、ね、そういうもんだと思って、まあ残りも頑張ります。ちょっと俳優っぽすぎる。大丈夫そうです、大丈夫ですか。ちょっと最後何か来るかなって期待しました。大丈夫、俳優っぽすぎる。大丈夫ですか。大丈夫です。今回俳優大吾。そうです、すいません、ありがとうございます。